この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店の魔女の三つ猫です。今回は魔女畑から7月に収穫するハーブをご紹介したいと思います。その2ですね。はい、こちらはヤローです。この小さい花が密集して咲くタイプの可愛らしいハーブなんですけど、この茎葉っぱの部分ですね、ギザギザになっている今ノコギリソウというんですけど、この葉っぱの部分もお花の部分も、恋愛のハーブとして使うことができるので、これを収穫していきたいと思います。たくさん咲いておりますのでね、雑草も多いんですけど、はい。で、あとは、うちのミント、ちょっと元気がない、これでも元気になった方なんですけど、ちょっと元気がないので、ここら辺とか枯れてしまいそうなやつをちょっと収穫というか、まあ、切り込みを入れていきたいと思いますね。はい。で、こっちもちょっと元気がなくなってしまったレモンバームです。レモンバームもなんかちょっとすぐ虫に食べられちゃってすぐこんな感じになるのと、あとは日焼けがかなり今年は葉焼けの被害がかなり出ており、はい、ちょっとここも綺麗にしていきたいと思います。収穫はないですね。はい。で、あとはこれかな、これはワイルドベルガモットという花が咲くものですね。金運のハーブです。これは着々と成長しているのでまだ花は咲いてないんですけど、かなり着々と背丈を伸ばしてきているので、このまま、見守りたいと思います。ちょっと葉っぱをかいてあげて、これから蒸し暑くなるので、ちょっと風通しよくした方がいいかな。はい。で、こちらはヒソップですね。ヒソップもだいぶ背丈が伸びてきましたので、このまま様子を見守りたいなと思います。まあ、そんな感じですね。で、こっちも同じヤロー の、 花の色が違うバージョンをちょっとこちらにでも栽培しています。だいぶもっしゃりだいぶもっしゃりしてるから、この葉っぱも収穫してちょっとこう風通し良くした方がいいかもしれないですね。アジサイも結構いい感じになっているので、はい、もうちょっと花が咲いてから収穫したいんだけどっていう感じですね。こちらがパチュリですね。これはもう収穫しないとな感じでわっしゃわっしゃ生えております。パチュリ収穫していきます。で、こちらはパセリですね。食べるために食べるためにただここにポツンと植えられているパセリですが、だんだん大きくなってきたので、刺し芽をして刺し木をするためにちょっと水耕栽培をしていますね。今根っこが生えたらここにまた植えたいと思います。で、奥の方にも予備のヒソップがおります。このヒソップめちゃくちゃ今まで元気がなくて、でもこの半日陰エリアに引っ越してきたらすごくこの子たち元気になりました。やっぱりね、葉焼けの被害がかなりあるからね、皆さんの畑でもちょっと日照のその加減してみてください。はい。意外とそのなんかハーブいっぱい光必要なのかなって思ってる人多いんですけど、意外とね光が多すぎたりするとすぐダメになるハーブ多いので、特に葉っぱ系のねハーブはそんな感じなので、ぜひ日陰、半日陰ね、午前中だけ光を浴びせて、午後からはちょっと暑い日差しを避けれるような場所だとなおいいと思います。
はい、ということで今回は黒猫魔術師の魔女ミツネコが収穫ハーブをご紹介いたしました。はい、ということでまたねー。